塩釜市の60代の男性が賠償金などの名目で現金およそ3900万円をだまし取られました警察が詐欺事件として捜査しています警察によりますと去年10月塩釜市に住む60代の無職の男性の携帯電話に未払い金があり支払いが滞っているというショートメールが届きました 男性がメールに記された番号に電話をかけたところセキュリティ関連の団体職員を名乗る男らからあなたの個人情報を使ったウイルスがネット上に拡散され被害が出ているあなたが刑事告訴される恐れがあるなどと言われ男性は被害者への賠償金などの名目で今月4日までにおよそ70回にわたり 総額およそ3900万円を指定された口座に振り込んだということです男性が不審に思って金融機関に相談しだまされたことに気がつきました警察が詐欺事件として捜査しています